バイアリータークはイギリスの軍馬、シュボバ。後世にサラブレット三大子孫の一頭として記録される。父方直系子孫はそのヘロドを通じて一時代繁栄したが、現在は衰退している。名前及び品種について、ジェネラルスタッドブックはバイアリーターク、つまりターク種と記載しているが、残された絵画での特徴はアラブ種のものでターク種ではなく単に、 トルコ生まれのアラブバトの説もある。名前の綴りもビエリー・タークではなく、バシュであるロバート・バイアリーから正しくは、バイアーリー・タークだったのではないかと考えられている。バイアリー・タークについて知ることのできる参考文献や資料は、極めて少ない。イギリスに渡った経緯は、謎が残り、一説にはもともと、オスマン帝国の軍馬であったが、1688年、 イギリスとオスマン帝国の間に起こったブダペストの戦いの際、イギリス第六このュー騎兵隊のバイアリー隊員が配送するトルコ軍から奪い取ったと言われている。この他にウィーン付近で捕獲したとも言う。この時8歳と推定され、少年1679年説はここから来ている。1688年の終わりにはイギリスに渡った。記事は、 当時オスマン帝国があったトルコ付近と推測されているが、ロバート・バイアリーが捕獲する以前については、全くの不明であり根拠はない。品種についても、前述の通りアラブ種か、ターク種かは分かっておらず、当時はトルコ付近から輸入された馬はすべてタークと称していただけであり、バイアリータークは実際にはアラブ種だったのではないかという意見が多い。ブダペストの戦いの後、 ロバート・バイアリーは大佐に昇進し、バイアリータークも大佐の下で軍馬として活躍することになる。1689年アイルランドに派遣され、1690年アイルランドのボイン側の戦いでは、大佐は相場を借り、ウィリアム賛成側として参戦、反乱軍鎮圧に尽力した。バイアリータークに関わる逸話として敵に包囲された際、 バイアリータークの素早さのおかげで難なく脱出した話が残っている。他にも武勲を立て優秀な馬であった。三大子祖の他二頭は競争には使われていないが、バイアリータークについては1690年に北アイルランドのダウンロイヤルで競馬に勝ったという話がある。他にも出走した可能性はあるが、記録に残っているのはこの一戦のみである。 ボイン側の戦いの後、1691年、頃から、ロバート・バイアリーのミドリジーグランジュ、後、奥郊外のゴールズバラで、種ボバとして強用された。繁殖品馬の質、数ともに悪く、バスと、ジグを出した程度に止まり、勝馬はわずか6頭。自家後の成績としては、同時期に輸入された、東洋系の馬の中でも特に優れた存在でもなく、 直径子孫がすぐに消え去ってもおかしくはなかった。現在のサラブレットの遺伝子プールに占める割合も3.3%程度と、三大子孫の他二頭に比べ小さくゴドルフィン・アラビアン、ダーレ・アラビアン、ルビー・メア、カーウェン・ズベーバルブに次ぐ数値に過ぎない。しかし、1760年代より、ヤシャコのヘロドとその子ハイフライヤーを通じて、大勢力を築くことに成功。 父方直系子孫は現在でも残存し、バイアリータークは、ダーレーアラビアン・オドルフィン・アラビアンと並び三大子孫と呼ばれるようになっている。1705年死亡し、遺体はゴールドバラのどこかに埋葬されたという。子孫についてはエロド系を参照のこと。ありがとうございます。